厳密に言えばもちろんそれはお声掛けしたりとかそういう必要があると思いますけども、そのご自身が経緯がありますから舐めてんじゃねえぞこの野郎。ちょっと説明してきたの、あれ何来たんでしょ、だって。何やってたの、ちょっとやめて、やめて、あなたちょっと本当にやめて、ね、本当にやめましょう、ね、いろいろあのそういう、やめてもらえません。いや適当なこと言ってやって。ちゃんとしましょう。はっきりしたわけで、皆さん初めてやから2回目だからね。腹くくりましょうよ。あらくれよ、お前。先生も言うと、このままでいいわ。前の話が落ち着いて座れない。言葉がね、もらりくらりにしか聞こえないんですよ。僕は、はい。お前ら、お前。普通だったら、こんなもん、お前。はい。半端じゃねえの、お前。いいか、こんなお前30年も騙され続けて、最後の最後にこの騙すの、この貴様さん見たか、え、株もみんな書いてよ。